公どう都合いたしたものか、文左衛門の葬式は型のごとく行い、七日七日の供養、四十九日百花日を何事もなく済ましてしまったのだが、百花日をしまうとどこへ行ったのだか行方知れず、人の念というものは恐ろしいもので、翌年の4月24日、白子屋正三郎が店先で小用を片付けている目の先へ、ブーンとあぶみたようなものが飛んできた。ひょいっと払おうとすると、パラッと左の目へぶつかった。吐いた!と抑えたが、さあ、その左の目へぶつかったやつが、傷んで傷んで、どうしても目を開くことができない。おつね、俺の左の目を見てくれ。何か入っていやしねえか。と見てもらうと、いいえ、何にも入ってはおりません。どうも傷んで、ゴロゴロしていけない。お水をというので、神様のお水で洗ったり何かしましたが、みるみる間に、この左の目へ赤筋が出て、どうも痛みが激しい。早速医者に見てもらおうと言っているうちに、右の方へこれが移って、右も赤筋が張って、両方ともひどく痛むようなことになり、風眼内症という眼病、ひどいものでわずか3日で全然見えなくなった。その翌年4月24日2階から降りてくるときに、もうここでよいと思うと、まだ二段目があったので、まったり倒れると起きられない。ようようのことで女中や店の若い者やおつねが手釣りにしまして、寝床へ連れてくることになった。医者が来てみると、転んだ途端に重機が出たという。けれどもこの病気はなかなか治らんものだ。不思議なもので、文左衛門の一周忌が来たときに、両眼とも潰れてしまって、3年目に2階から降りるとき転げ落ち、半身不随という、生きてこそ俺、何の役にも立ちませんから、うちそとともに女房のおつねがやっている。しかし大家の女一人の繰り回しというものはなかなか容易ならんもので、娘のおくまはもう年頃になっている。そのおふくろのおつねというのが元来派手好きな方ですから、娘のなりがどことなく派手で、恐ろしい大きな島田に行って、日がなこのふさふさしたのをかけ、念入りに化粧いたして、喜八丈の振袖、日がのこと紫唐術の腹合わせにした帯などを締めて、今日はどこへ行く、明日はどこへ行くと言っては大層着飾って出かけますので、それが目立つことと言ったら、そら新材木町の白子屋の娘のお通りだと噂をする。佐野美いいという女でもないが、あの界隈、吹屋町、吉町、富沢町、長谷川町、高砂町、新大阪町、あの近辺の評判、おっかさんは鼻高々とあっちこっちを連れて歩いて、物見湯さんというのですが、そのうちに店の中八という若い者と娘の奥間が心得違いをしました。これをおふくろが知らないかというと、うすうすは知っている。知っていてもそーっとしておくというのはよくなかったが、つい中八が店のことに慣れているから、やかましく言って暇でも出すと後に差し支えると思うから捨てておいたのだが、もうこううちが乱れてくると、どうしたって店の方もだらしがなくなります。そのうちに他の若い衆が気取りまして、とかくわがまま勝手に振る舞う、ちょっと横ちょぼの師匠のところに行っては、梅に三浦の小紫とか、人よぎりとは気にかかるとかなんとかうなったり、銭をくすねては寿司の立ち食いをする、天ぷらの立ち食いをする、小僧は寝床へ竹の皮を引っ張り込むというようなことになり、さていよいよ詰まってきて、どうにもこうにもやりくりがつかなくなり、さすがの白子屋も戸を閉めなければならん行な始末。
だんだん清算をしてみると、ここに700-800両の金がなければどうしても立ち行かない。そこでお常が知り合いの者へ運動をして、どういう身分でもよい、700-800両の金を持参してくる者があったら、いつでも娘の婿にするからと言って頼んだ。あっちこっちで頼まれた人々が心がけているうちに、白小屋の出入りの男で、乗り物町の車力の善八というのがある。この男がまた、ざっかけない正直な面白い人物。もちろん、白小屋ばかりの出入りというのじゃない。諸方の車を引くけれど、日頃このうちのは多く引いている。ここに、大伝馬町二丁目の桑名屋宗右衛門という木綿問屋は、諸家諸屋敷へ出入りをして、傍らお金御用を足して、なかなかの内服。このうちに奉公をして、年季通り勤め上げ、今は番頭で又四郎という人。これは、保土ヶ谷中宿の澤瀉屋左平という人のせがれ。大門がどっちを向いているか知らないという人だ。主人へ己の給金を預け、あるいは諸家諸屋敷、主人のお出入り先へ回って、内々で己の金を貸したりして、これに子を産ませて大変に懐のいい。この又四郎という男が、車力の善八の話を聞くと、善八さん、ちょいちょいうちの前などを通るから知ってるが、あの白小屋の娘のところへ700両の金があれば婿に行けるってどうだい。善八さん、わしをあそこへ世話してくれまいか。へえ、番頭さん、あなたをですか。はあ、へえ、と言ったが、善八も考えた。あなたとはあんまり年が違うし、その眼色じゃとても話がまとまりますまいとも、まさかに言い出されず。それにお店の番頭さんのことですから。え、じゃあ、あっしが一つ聞き合わしてみましょう。という。もともとこの又四郎の実家は、姉に婿を取って行ってこうというんだから、己は他家へ養子に行くからだだ。そんなことまで話されたので、善八もまるで先方へ渡りをつけないわけにもいかない。家業の隙を見て、新材木町へ行って、お常に会って右の話をすると、それは結構だ。700両の金を持参して婿に来るというなら、そうそうお前から話をしてもらいたいということになった。そこで娘の奥間にこのことを話すと、奥間は嫌だという。嫌だというのも無理はない。店の中八というきれいな若い者といい仲になってみれば、他の男には目移りがせぬ。おまけに又四郎とはだいぶ年も違うし、どんな気心の人だかわからない。そうでなくても、へんちきりんな眼色のものを婿にするのはつまらないと思うから嫌だという。お常も当惑して、奥間や、よく考えなければいけませんよ。知っての通り、お前の兄さんの正之助は道楽をして、橋にも棒にもかからないで、今はどこを飛び歩いているかわからない。仕方がないから、私がお父さんになり代わって、見せしめのために感動をしてしまい、お父さんはあの通り動けないからだ。店のことからうちのこと、みんなこのおっかさんが一人でやっているんだ。お前でもおっかさんの気の休まるようにしておくれでなけりゃ、私はもうやりきれない。ここで家を畳んでしまおうか、しまわんかというような難しい場合になった。それだからお前はおっかさんの言う通りになっていて、その上でどうしてもお前が気に入らないようならば、また相談もある。この家をなくしてしまっては、親子三人小じきになるよりほかしようがない。金は世界の脇物、融通にするんだから、またあとはあとでどうにもなる。いよいよお前が行けなければいけないようにする。金さえできれば、何、婿の方はどうにかしようから。と、娘を説きつけた。大体この話からして間違っている。合わせ者は離れ者だ。金さえできればまたどうにでもなる。今のところどうしてもお前がかぶりを振れば
一時差し支えるからうんと承知をしておくれという話。何のことはない。金の融通のために婿を取るようなものだ。娘の奥間も母にいろいろ解きつけられて、それでは承知しますからおっかさんのよろしいようにと言わず語らず、中八のことをおふくろに含ませてうんと承知をした。そこで話がまとまって、翌年2月7日行動吉日というので婚礼。車力の前八が橋渡しで同じ材木塗装をしている。同町内の蒲谷長兵衛を売借人と頼み、婚礼の式を挙げて新夫婦とまとめてみたが、前申し上げる通りのわけゆえ、どうも仲睦まじくというわけにいかない。婿の又四郎は自分が白雲頭から年季通り勤めて冷房工をして、ようよう番頭になり上がって、まだ勤めているというくらいの辛抱人だから、何でも商売上に暗くてはならんと思うから、朝は奉公人より先へ起きてくるくる働いて、店のことから貸しの納屋のことまでも心配をして、商売慣れるまでかれこれと聞きただし、腹へ畳み込んで、夜になればさあお休みとみんなを寝かしてしまってから、日の元用心戸締まりを見回って店の次の六畳へ寝るという寸法。それに引き換え奥間は、やれ血の道が起こったとか、お腹が痛いとか、目が霞んでいけないの、頭痛がするの、腰が痛いのと言って、おっかさんにさすってもらうとか言っては奥のおふくろのそばへ寝るといったようなわけだ。それでも又四郎はまことに穏やかな人間だから、不足らしいことも言わないで一生懸命に商売をやっている。一心は恐ろしいもので、だんだんと都政の材木のことも分かってまいりまして、今じゃ山形へ買い出しに出かけるようになったから、大変に商売が明るくなってきた。ある日、中八が店先に座り込んでいると、町内周りの神結の新三郎が入ってきて、中八さん、おやんなさいませんか。どうです。いや新三郎さん、明日にしよう。大変に凍れていますぜ。ちょうどみんなが貸し上げに行って、もしかお客が来るとやりかけていちゃしようがね。それにまた四郎さんは山へ買い出しに行っているしするから、私も目が離されねえ。そうですか。ああ、おかみさんがなんだかお前に襟を剃ってもらいてえと言っていたが。そうすか。じゃあごめんなさい。と店の口から奥へ行こうとする廊下でひょいっと足に触ったものがあるから、見ると文のようだ。はい。神結の新三郎が何かにつまずいたようなふりをして、足でその文を押さえ、ちょっとしゃがんで立ち上がりさまに手早く懐へ入れ、瓶だらいを廊下の隅へ置いて、便所を少々拝借いたしますと奉公人の入る便所へ入って、懐から取り出した右の文、上書きを見ると「中八へご存知より」とある。どんな池存在な女だって、自分がこうという人のところへやるのに「中八さん」とか「中八様」とか書かないで「中八へご存知より」と言いや、主従の間柄だなと鑑定のつくのは造作はね。中八へご存知より、はあはあ、中八めうまくやってやがる。どうもお婿さんの来ねえうちからおかしいと思っていたが、こういうものを何するぐらいじゃお婿さんが来てもやっぱり相変わらずやってるんだろう。どれどれと新三郎は封を切ってみる。